宇宙が凍えた突如の波だ。銀河流星、ただいま決断。宇宙がこぼした二つ分目の涙、ギコちゃんただいま決断。いや久しぶりじゃないですか、また1ヶ月1回だけ現れる妖精じゃないですか。本当にシャーロックホームズぶりですね。本当ですね。いや何なんですか今日は。今日はちょっと急に俺んち来ておならしてさ、さっきちょっと苦手そうだったんですけど、危ないですよ本当に。危なかった危なかった。このガチャだよ、ノンノアルファ。俺使ってないんだよまだ、忙しくて使うしかない。いやーこれね、今回の3体は強い、性能的にヤバいっす。な、何に使えるんですか、ノンノとか。ノンノアルファは16の極。なるほど。あ、近畿ですか。近畿っすね。はいはいはい、はい。でサタンアルファは、うん、まあいろいろなとこでも、まあ、ちょっとこれからもあれそうだしね、キラーいっぱい持ってる、幻影キラー持ってる。そう、幻影キラー、カルナでもそうだし、うん、あと近畿も結構使えるとこあったかな確か。マジ、うん、あ今回だからね。あとまああれもそうだね、誰だっけ、テキーラ、うん、テキーラも結構強いんだから、この3体もやばいと。あ、やばいんだ。はい、へえ。これ何年ぶりぐらいなの。いや3年ぶりぐらいだから、2015とかじゃなかったっけ、ね、全然聞いてなかったよ俺、全然3、4年ぶりですよこれ。そうだから全く持ってないんで3体とも、はい、で、なるほど、今回のフラパでね重心化決定して、うん、はいはい、ちょっと性能やばいんで、うん、これは引きたいと。まあ、フラパ重心が強いからね、強い、うん、毎年恒例なんだけどこれ強いんで、で、はい、リコちゃんちゃんできればこれ引かしてくれと。このパワースポットでね、パワースポットって言うんだけどさ、本当にここじゃないと引けないんだよもう絶対に。ちなみにうちは、うん、ノンノアルファが出やすいスポットだと思います。あ、それありがたい、一番欲しいから、うん、ノンノアルファが。ほんと、じゃあちょうどいいね、多分サクッと出るよ。 OK、 うん、まあ相変わらずね、オープンもね常に線キープはしてる。なんでこんな持ってんだよ。だってさ、結構また配られたじゃん。あ、確かに ね。あ、そっか、クロちゃんのやつとか、あれ何個でした、あれね、150。全然ダメでしょ。俺と一緒だ、全然ダメだったね。500いるからね、もっともらってるもんね、うん。いやいやいや、ちょっと俺もいいですか、ちょっとそれ、やっぱり音もやっぱ聞かせてもらいたいんだね。ちょっと、じゃあ、俺もこっちにさ、そうやってやってたらこっちはしちゃおう。いやもう毎回流れが一緒なのこれ、毎回やるんだこれ。しかも意外とそのまま来そうで怖いんだこれ。あやくワンチャン事故るかこれ。いや今日は正直やろうと思ってた、危ねえな、ガチで逃げられた。じゃあ行きましょうか。オッケー、ちょっと待ってね、はマジで入んないな。なんでだよ、そっち入りやすいでしょ。そうなんだ。100連ぐらいは行きたいんだけどね、そんぐらいの価値はあると思ってる、ノンノアルファたちに。うん、一体は持ってないんだ。一体持ってない。ピノキアルファもじゃあ持ってない。ピノキアルファは持ってない。じゃあ止まるなこれ。止まります、止まりました。でもマジろ、嘘いきなり嘘でしょ。ピノキオより、マンジロより、早くテキーラの出なかったぞ全然これ。テキーラアルファでもね、一番欲しくないんだよね3人の中では。まあそうだね。うん、ってことはこれサタンもあるってこと。マジ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、終わるよこれ。終わるね、10連で終わる、10連で終わる。いや、ちょっともう見せようぜ、たまには。逆にもうまあここでもあるよね。ああ、そうだね、ヒノキをね、これはあります、あります、はいはい。で、あとマンジロ、止まればあるよ、マンジロも。あれ、あれ、あ、サタン、バンチあるよ。あー、マンジロなんだね。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。いやでも10やばいわこれ、10連でこれやばい、ほんとパワースポーツだね、うちだから。だじゃん、やば、俺だけはずっと信じてるんだよ。信じるもの救われてるわ、やばー。ちょっと待って、もう終わってもいいから。でもね、サタンやっぱ欲しいね、あ、強いからね、サタンは欲しいね、幻影キラー欲しいと。欲しいっすね。これ20連で終わる可能性出てきた。いや、ありますね。いや20連コンプなんか俺もう前代未聞だよ。やばいね、やばいやばい。まあできたらもう終わります。なるほどね、出てきたら終わり、ね、うん、ヒロアカがね、あ、デック出てないんですよ。なるほどね、できればヒロアカの方をちょっとねやりたいなと。マジで、え、いくんじゃない。あーあーあーあっ、もう見てられんわ。なんやこれ、マジかよ、なんやこれ、嘘、ごめん、マジでこれやばいわ。これ動画で逆にできない。尺足んない。これはやばいわこれ。尺足んない。ちょっと10分なんねえわ。まあいいけどねそれはね。いやいやいや。これはあかんな。マジで。すげえ。なんだ。今度は複数あり。全然あり。ちょっと待ってこれ。これはすごい。ちょっと待ってこれやばい。信じられないな。やばい。20連で何体か4体。4体。やば。限定。そんな出ねえぞ。このね対象のやつ4体。これ。すげえビッグウェーブ来てるね。ビッグウェーブえげつない。もう終わる、いや、まあ、終わりますけど、いや、もう全然終わるんですけど、はい、ちょっとびっくりだね。これはあかんわ。
これは終わっていいよね。当たんなかった人たちに刺されるレベルだわ。これちょっと切れられるんじゃない。切れられるレベルだわ。やばマジかよ。やべ、夏休み楽しい。モンスト夏休み楽しい。さすがフラパゴ美味しいな。夏休みだよ。チューブじゃねえか。チューブ。いやいや、ありがたいな。だからこれハマると思ったの俺は。これをすごい100連、下手したら150連あ確かに、ね、これ覚悟してたんですよ正直言うと、はいはい、で、それでいろいろと発言をまたさらに減らして、はい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 、こっちを引こうかなと思ったんだけど、はい、ね、まあ、ちょっとこれはまあギリギリまで引っ張ろうかまた。まあそうですね。まあ他のやつはね当たるかもしれないから。そうね。いやーマジっすか、すごいわ、やばいわ。いやなんか覚悟したんだけど、だって始まる前もね言ってたもんね、うん、いやこのガチャやばいよ。そうそう、 俺2000個ぐらい使ったから、ね、100連なんかに出ないよみたいな。そうそうそう、面白いから、え、マジでみたいな。ちょっと言葉が見つかんねえわ、ちょっと。あ、でも待って、ちなみにヒーロアカのキャラは何持ってるんですか。ヒーロアカは、うん、あの爆豪しか持ってないですね。爆豪で50連で爆豪のみこれ、うん、あと今ビッグウェーブ来てるじゃないですか、はい、ワンチャンあるんじゃない。行っちゃおうか、行っちゃおうか。まあ、俺は引こうと思ってたんだよ、元々100連までいいじゃん。全然あり、全然あり、全然ありと思ってたわけだから。でちょっとヒロアカに切り替えて、ね、ちょっと行かせていただきましょうか。ちょっと、ね、そうだよ、本当にキスもしちゃう。あーもう本当に近い、勢いが早いからさ。本当にしちゃうよ、うん、いいよいいよ。いや、もうじゃあ行っちゃうの。30連目だから、ね、あ、本当こっちにしたらいい。もううるさい、もううるさい、もううるさい。気持ち悪いな。俺のスタンプ見てたよ。そうですね。さあ、デクくんがいいな。デクくん。ここでデク引いたらやばいね。デクピックアップじゃないけど、デク引いちゃったらやばいね、もうね。ちょっとこのウェーブはどうなんですか。このウェーブはちょっとまさかの切り替えですよ。やばいですよ。いや予定してなかったからね、全然。前代未聞だよこれ。前代未聞だね。あ、でもこれ断ち切られた。断ち切られたかな。普通はこうだよ。なったんだって。ダメじゃねえかやっぱり。何だったんださっきの。さっきの。何だった何だったんだ。何だったんだろうね。まだ行くの？星玉引いたらにしよっかな。あ、そっかそっか。そこまでにしよっかな。あと20連だね。星玉ワンちゃんにしようか。うん。うん。まあこの人持ってないしね。トドロキ君もね。そうだよね。うん、持っといて損はないと思う。うん。欲しい欲しい。いつか刺さるでしょ、ね。1の5で超強いよ。あ、強いんだ。うん。フレンドで使ったけど、うん、早速ね、めちゃめちゃ強い。ちょっかマジ何なんこのガチャ。いやいや、何だよこれ。これひどくない。さっきの分持ってかれてんじゃねえか。さっき何だったんだろうなあれ。さあ、はい、ラス銃かな。ちょっとまさかのボックスすぐ満帆というね、うん、戻ってきましたけども。ラス銃だね。ラス銃、いや、これでショートク当てて星玉でデクっていう。そうだね、50連だねこれだから、最終的にはね。そうだね、そうだよね。いや美味しいじゃん全然。いや全然美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。いやもう150ぐらい確保してたからね、マジね。うん、星玉デクでもうエンドだね。エンドだね、今回のガチャはもう。まず止まろう、ここで。そう、20連爆死してるからね。これやばい。って俺さ、爆豪も50連で、うん、ほんと40連爆死してんのよ。あ、そうなんだ、うん、相性悪すぎじゃん。やばい、これ相性悪いわ。おー、ヴィランに行っちゃうかもしんないね。ヴィラン連合に落ちるよ、ほんと。俺だってもうヒーロー嫌いだよ。でも爆豪でしょ、しかも爆豪以外とか。爆豪だったらきついな、これ。いやー頼むぞ。しかもないですね、確定もないね、だから。え、マジか、持ってんだよこれ確か。いいじゃないですか。これは持ってます、サイゾー持ってます。サイゾーさん、女子掛けなんでね。サイゾーは持ってますね。ああ、属性はショート君と一緒なんで。まあいいじゃないですか。そういうことだね、うん、はい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 。ああ、属性いっぱいいっぱいありましたな。うん、まあでもちょっともう、うん、神回と言っていいでしょう。そうね、最初の20年でやめとけば綺麗だった。すげえ汚れた後半で。もうカットしていいよ。まあしないですけど、カットしてもいいぐらいだよもう。ねえ、いやでもこれがリアルだよね。そうだね、これだけ普通は差があるけど、そう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 、ギュッと濃縮した、うん、うん、神引きを。いや前半が本当そう、あの20連はちょっと忘れられないわ、しばらく。いや俺もしばらく忘れ、てか多分俺モンスト史上で一番熱いやつこれだもん。あ、確かに。こんだけ熱いのはない。これは熱いよね。熱い。びっくりしたわ。いやー、なので引き続き近畿の奥やられるということで。やりますよ。私は近畿の奥もうやんないんですけども。頑張って引き継いでやるから、ええ、うん、ノンノアルファ2体もいるから16の極がめちゃくちゃ楽になると思うんで、わかんないですけどね。うん、うん、いや、ぜひ行きたいと思いますんで、使ってください。銀河流星さんのチャンネル概要欄にあります。ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。というわけで、銀河流星さんのアムロのモノマネで3、2、
3、2、1。アムラ、アムラ、行きな。